はい、どうも皆さんシャスということですね、今日はですねこちらを食べていきたいと思います。セブンイレブンさんの、3代目豚ラーメン、わしわし麺に豚野菜背脂ニンニク、加熱後は大変熱くなりますので火傷にご注意ください。中華そば二郎系ラーメンはねこう店で食べるのが一番だと思うんですけれども、やっぱこういうご時世じゃないですか。あとねこう二郎系ラーメンってねちょっとねお店に入りづらい、んですよ。僕は勝手にね被害妄想しちゃってるだけなんですけれども、これ入りづらいんですよ。なんでかっていうと、なんか僕みたいな、なんかこういうちょっとなんだろうなんか弱える見た目だけで言うとこう装飾系みたいな、なんかガリガリ系みたいな人がね行くとね、そのやっぱ男っていうイメージなんでね、二郎系ラーメン食べる人はやっぱ男って漢字の漢の漢と書いてもう男っていう感じなんでね、まあ僕みたいなのが行くとねもう店員さんとかにね、なんか下北沢にあるなんか古民家カフェでお前パンケーキでも食ったら帰れボケがって言われそうなんで、これ言ってないですよ。これだけだと二郎って感じがしないんで、もやしとですねこちらのあの金の豚角煮をですねこのトッピングしてね、こちらをトッピングして食べていきたいと思います。それではレッツ&ザクッキング。はい、茹でてます。はい、チンします。完成。もやしとこの豚角煮とこれもう麺がくれちゃって、これなんか調べたら1200カロリーあるらしいんですよ。栄養も取らないとということでこいつに託します。毎日いっぱいなお汁。こいつの負担やばいね。つまようじが。いただきます。うん、もやしがね、もやしがもうシャキシャキして本当みずみずしい、なんだろう、もう女子大生って感じ。本当にもうちょうどいいみずみずしい感じの女子大生って感じですね。女子高生だとちょっとね、あーちょっとさっぱりすぎか。おいしい。もやしなくなる前に我慢できず麺いっちゃいました。ごめんなさい。なんだろう、そういうことするときもなんかそのいろいろね、その前段階いろいろ含めて、やっとさあ本番ですみたいな感じなんだけど、ごめんなさい。本当にいけない男になっちゃいました。前段階踏まずにすぐ本番いっちゃうみたいな。ごめんなさい。女子大生おいしいね。金の豚角煮。やっば。あ、やば。今言ってましたよね。焦点した。きったな、めっちゃ飛んでる。お汁の方も飲みましょうか。てかこの豚角煮、金の豚角煮、この噂には聞いてたし、そのパッケージを見たら、これ絶対もううまいじゃん、もう絶対うまいのは確実じゃんみたいな思ってたんですけど、マジでうまいっす、この豚角煮。もうなんだろう、なんかもうダンサーの女子って聞いたら、あ、エロいんだろうなって、なんかエロいんだろうなって勝手にね、男の妄想ですよ。エロいんだろうなと思って蓋開けたら、あ、やっぱエロいんだみたいな。うん、あれやめてほしいんだよね。なんかあのコンビニのあのコンビニさ、なんか袋有料になったじゃないですか。あれもやめてほしいんですよね。もう僕袋代もったいないからいつもリュックに詰め込んでるんですけども、袋いりますかって言われて、あ、いらないですっつってさ、結構バーってたくさんのもの買ったとするじゃないですか。たくさん買ったとするでしょ。で結構後ろの方に並んでますみたいな、で後ろに並んでてこうお会計して、なんか飛んだ、お会計してその間にこう詰め込むでしょ。でも結構多いとさ、こう結構時間かかるわけですよ。でもなんかこのもうさ、店員さんとかもさ、ずっとさ、こうやってずっと見てるでしょ。後ろの方も遅いな、みたいな。店員さんのこうやって見るやつやめてほしいんですよ。ずっとこうやって。こう、もう詰め込んでる時にこうやって見るやつも、なんか、うんうんうんとかやっててほしいんですよ。ずっとこうやって。このチャーシューが、もともとこの豚ラーメンに入ってたチャーシューです。いただきます。うまっ。あ、なんかすごいね。なんかプライド感じましたね。この豚ラーメンに入ってた豚肉にプライド感じました。僕はこの金の豚角煮っていうね、こう、新入りを入れたわけですよ。ここの職場内にこう新入りを入れたわけですよ。このなんだろう、その、キャバクラで例えると、このなんかさっきの豚ラーメンに入ってた豚が、なんかもうずっとナンバーワンキャバ嬢だったみたいなで、この豚角煮がなんかもう、なりもの入れで入ってきた、この、ピッチピチのもう、なんだろう、もう20歳ぐらいの。でもこのナンバーワンキャバ嬢は25歳で。新入りが入ってきて、かわいいかわいいっつって、あ、新入りの子かわいいってみんなすごいチヤホヤするんだけども、こいつナンバーワンになるのか、こいつは周りにねチヤホヤされてナンバーワンになるのかって思いきや、やっぱりこのナンバーワンキャバ嬢のこのドシーンと、この奥の方でドシーンって、若さだけでしょみたいな。もうなんだろう、私はトークとかもいろいろこう、なんだろう、いろんな接客とかもいろんなね、いろんなテクニックあります。あなたそうなんでしょう、あなた顔面だけでしょ、あなた顔面だけでナンバーワンになれると思ってるのぐらいのこの余裕ありましたもんね。右手にはタバコ、左手はパズドラみたいな、たまにウイスキーみたいな、
見ても、でも新入りはこうニコニコしてるんですよ。ニコニコしてね、ペコ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 してるんですけれども、もうそんなん関係ない。私が一番よ、みたいな。何があろうとも私が一番よ、みたいな。ラーメン伸びますよ。うん。セブンイレブンすごいわ。すげえな、マジで。もうね、ごめんな。負担かけてごめんな、おじる。ごめん、マジで。ごめんね、救ってね、僕の未来救ってね、僕の健康生活救ってね、青汁。麺もいいですわ。この麺もね、この時間経ってば経つほどね、こう汁に染み込んできてね、このニンニクといろいろ絡み合ってね、絡め合ってね、このトン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 ってトン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 って、もう体と体をこう絡め合ってね、これすっごい美味しくなってる。なんだろう、やっぱさ、こう寝かせれば寝かせるほどね、やっぱり美味しいんだよね。やっぱりなんだろう、初めてのデートでそういうことをいたすより、やっぱり2回3回といろんな風景、いろんな会話、いろんなものを吸収した上で、この3、4回目ぐらいでそういうことをいたした方が、やっぱり味が出てくると、コクが出てくるというか、深みが出てくるというか、そういう感じがしますね。この豚ラーメンからそういう4回目のデートっていう、4回目のデートでそういうことをいたす感じが伝わってきます。合ってますかね、セブンイレブンさん。ちょっともういいな、もういいかな、もう葬式もういいかな。これで、これ食べれば完食です。よっしゃ。